川へ到着しました。ここはね、今年2回目の、区間になります。まあ、今日はね、当然あの大増水しとるんで、もう一発大物狙いで本流に入ってます。まあ、なんとかね、釣りはできそうな感じですけど、まあ、かなりの増水ですね。これ出たらでかいんじゃないかなとは思ってるんですけど、まあ、とりあえずね、竿はなんか出せそうな感じがするんで、とりあえずダメ元で一発大物狙いでやっていきたいと思います。このね、大雨の後の大増水で、でかいねトラウトが動くと信じて、大きめのねルアーで今日はやっていきたいと思いますね。増水でね、一回、食いしぶったイワナたちがね、リセットされてね、食い気が上がると思うんでね、あとはタイミングが良ければいいんですけど、とりあえずちょっと増水しすぎかなっていう感じはしますけど、まあ、やってみないことにはね、家で寝てても釣れないんでね、とりあえずルアーを投げることによって釣れる可能性が 1% 以上増えるんでね、やってみたいと思います。すごい増水です。とりあえず一発大物狙いで夢を求めたいと思います。1投目すごい流れです。これで食ってきたらでかいと思うんですけどね、まあ釣れないんですけどね。すごいです。モールはあっという間に流されますね。これは当たればでかいんだろうけど、これは泳ぎきらんですね。来ました。いやー来ました。でも小さいですね。いやーいましたね。いやーこんなサイズ釣る予定はなかったんですけど。おヤマメですね。隆起に変えたらヤマメが来ました。はい、ヤマメさんが釣れました。久々ですねヤマメ。ヒトルアはね、隆起の 60S ですね。な感じのヤマメです。綺麗ですね。サイズは24-25ってとこですかね。では次狙っていきたいと思います。支流の崖のところにいっぱいウドがありましたね。初めて知りました。これ来年もいいポイントになりそうですね。で釣りをしろって話ですけどね。ついつい山菜に目が行ってしまいます。あまりに釣れないんで。今、支流の方をちょっと覗いてみたらね、魚が走る姿見えたんで、支流の方に、イワナ結構入ってるかもしれないんで、ちょっと支流の方やってみたいと思います。やぶこきしていきます。ここのね、小渓流はね、もう3年ぶりでしょうかね、かなりね魚影の濃い支流なんでね、めったに逆に入らないんですけど、まあ坊主逃れポイントというかね、とっておきの支流なんですけど、一応ね魚走る姿は見えたんでおるとは思うんですけど、ただたくさん釣れるかどうかは分かりません。
やっぱいましたかかりませんでしたけど、いつものフェックスのピープのサスペンド、とっておきのルアーですね。これでやってみたいと思います。おっと、でかいのがいました。よし、来ました。あ、でかいです。よっしゃ、はい、やりました。これは尺あるかもしれませんね。よし、はい、支流でまあまあの来ましたね。30あるかな。ちょっと測ってみようかな。30.5 ぐらいありますね。30.5 ぐらいあります。ちょっとね、まだ痩せてる感じですけどね。はい、まだね、ちょっと痩せっぽっちって感じですけどね。長さはありました。もう元気を過ぎるんで、もうすぐリリースしたいと思います。すごい元気いいんでね。よいしょ。やばそうですね、ここ。この支流ね、普段釣れないんですけどね、水深がなくて。こんな感じで、藁とか木の枝でね、せき止められて、こうなんか淀みになってるんですよね。肌もすごく険しい感じの枝だらけで、ちょっと入るの気持ち悪いですけど、入ったら釣れるかもしれないんですよね。これ迷いますね。なんかヘビとかもいそうですね、これ。すごいが鳴ってますけど、入ろうかな。はい、入ってしまいました。魚がいればいいんですけど、気持ち悪いです。よいしょ。今んとこ魚は走りませんね。あこまで行かないとロッドが触れないんで。よし、クモの巣がすごいです。クモの巣がもう、よし、こんな感じのとこです。あ、1投目いきます。いれば1投目でしょう、これ。聞きました。あー、でも小さい。いやー、モンスターがいると思ったんですけどね、こういうとこは。やっぱ1投目でいましたね。あ、もう網から落ちるサイズですね、これ。そう、あー、逃げていきましたね。はい、ありがとう。はい、1投目いきたいと思います。あー、1匹しかいないんかな。おっしゃ、来ました。おっしゃ、でかい。あー、バレた。おっしゃ、おっしゃ、おいし、はい、園庭上からのね、攻めで釣れました。庭の山ほど見えましたね。もうすぐリリースしたいと思います。おっしゃ、来た。よし、おー、行きました。あー、バレた。ちっちゃかったけど、あ、怖い感じですね。いるんじゃないでしょうか。多分釣れると思います。
いないか。いない。そう、あれいないぜ。本当に。おっしゃ来た。おお。よし。えい。お、小さいけど来ました。こんな感じです。はい。こんな感じのイワナ来ました。はい。はい、ありがとう。何食べようかな。お、これはうまそうですね。これ食べてみよう。うまそうですね。これ初めて食いますけど。まあ、ラーメン食ってちょっと休んで、あとちょっと本流やろうかなと思ってます。追っかけてきませんね。よいしょ、来ました。よし、本流なんで、なんでこんな小さいんでしょう。よいしょ、よいしょ。いや、本流なのに小さいですね。いや、この急流でこのサイズはちょっとありえないですね。今年はうまくいきません。はい、本流のね、激流でこのサイズですわ。今年はうまくいきませんね。サイズは22、3ってとこでしょうかね。こんなとこなんですけどね、こんな急流で釣れないんですからね、大きいのは。よいしょ、じゃあ逃がしたいと思います。はい、ありがとう。はい、いやー、渋かったですね。本流は結局、まあ、4時間ほどやって2匹3匹ほどかなしか釣れなかったですね。支流もそれほど活性は高くなかったですね。まあ、またいいシーズンなんでね、また頃合い見て頑張ってみたいと思います。今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。